にちは。こんにちは。今日は、ガブって肘が深く入ってしまった時の対処法をやります。それではやってみましょう。ガブって肘が深く入ってしまった時に、このままだと抜けないので、一回落として相手の頭をマットにつけさせたら、反対の手で相手の頭を押しながら引き抜きます。で、取ります。この時に、この時に全部抜けなくても、ちょっと位置がずれるだけで足首取りに行けるので、バックを取りやすくなります。落とされた時に頭を押さえられているので、肘が簡単に抜けてしまいますね。そうですね。ぜひ皆さんも使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。